1957年、ニューヨークのブルックリンからロサンゼルスへ移転することが決まるが、地域住民の反対運動がある中、住民投票で土地の譲渡が承認され、1959年、起工、1962年、開場し、最初の試合が行われる。MLB では珍しく、左右対称の球場であり、両翼約 100.6m、センター約 120.4m と、日本のドーム球場と似たサイズになっており、ファウルグラウンドも比較的広く、投手有利とされている。その他、球場の名物であるドジャードッグは、世界で最も有名なホットドッグとして、スタジアム名物の一つに数えられる。また、築地銀だこが2024年3月にスタジアム内にオープンしたそうだよ。